名古屋経済大学3年副将の川口晃人です。注目してほしいプレーは何ですか？自分の声などでチームを鼓舞したり、チームのために体を張ったりするところに注目してほしいです。今シーズンの目標を教えてください。個人としてはしっかり全試合に絡んでチームを勝利に導けるように頑張っていきたいと思います。チームとしては、チーム力を生かして全員で一部相手にしっかり戦っていきたいと思います。最後に一言お願いします。チームとしていい結果をもたらせるように頑張りたいと思います。名古屋経済大学副将池宮和樹です。対戦してみたい相手はどこですか？中京と東学ですかね。今シーズンの目標を教えてください。まず1試合1試合勝つのを目標に、上位リーグ目指して頑張りたいかなと思います。最後に一言お願いします。チーム一丸となって頑張るのでぜひ応援してください。名古屋経済大学主将の小林俊之介です。主将としての意気込みをお願いします。自分の声やプレーでチームを鼓舞し、一つでも多く勝てるよう頑張っていきたいです。今シーズンの目標を教えてください。個人の目標としては昨年アシスト王を受賞させていただいたので、今年もアシストをたくさんしてチームを勝たせられるよう頑張りたいです。チームとしては一つ一つの試合を大事に上位リーグを目指して頑張っていきます。最後に一言お願いします。応援よろしくお願いします。東海リーグ開幕まであと6日。一発芸、赤ちゃんの頃のサザンオールスターズ桑田佳祐。おぎゃーおぎゃーおぎゃー